今日はですね、吉田松陰の黄門殺気をまた読んでいこうという、そういうことなんですけれども、私がですね、なぜしつこく吉田松陰の黄門殺気を読んでいるのかということなんですけれども、最近ですね、各国の1人当たりの GDP ランキングっていう、そういうのを見たんですよね。そして第1位がですね、ルクセンブルクっていうことで、これはわかりますよね。昔からルクセンブルクっていうのはお金持ちの国なんで、これはわかるんですけれども、第2位がですね、アイルランドっていう、そういうことで、アイスランドじゃなくてっていうふうに私思ったんですけれども、アイスランドは7位か8位でしたね。アイルランドっていうですね、イギリスの横にある島国のアイルランドがですね、もう1人当たりの GDP が10万ドルを超えているっていう、そういうようなレベルで、アイルランドというと昔はですね、東ヨーロッパと同じようなある種の発展途上国だったんですよね。それが2023年現在、1人当たりの GDP が10万ドルを超えていて世界第2位っていう、そういうようなことで、これに対してですね、日本はどうなのかっていうと、3万9000ドルっていう、そういうようなレベルで世界で30何番目っていう。そして韓国がですね、もう3万6000ドルっていうことで、もうあと1年か2年したらおそらく韓国に抜かれるだろうっていう、1人当たりの GDP がですね、韓国に抜かれるだろうっていう、そういうふうなところになっていて、なぜそういうふうなことになったのかっていうとですね、これは日本が30年間全く成長しなかったからっていう、そういうようなことで、2000年以降ですね、各国はものすごい勢いで成長していたにもかかわらず、日本は2000年以降もゼロ成長が続いているっていう、そういうようなことなんですけれども、私はですね、もう52歳なんで、もう日本が成長しようが、どうなろうが、亡くなってもらっては困るんですけれども、成長し、ゼロ成長でもそれはそれで構わないんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけれども、若い人たちはですね、大変だろうなっていうふうに思いますね。自らの心の拠り所みたいな、そういうふうなものが私が若い頃よりも、薄くなっているっていう、そういうふうに思っていてですね、現に、若い人の間でですね、詐欺とか、詐欺までいかないまでもマルチ商法とかですね、奇怪な FX の自動ツールを売ったりとかですね、そのような詐欺的行為が横行しているっていう、ね、そういうようなことなんですけれども、これ分からなくはないですよね。奪われるよりは奪う方に回ろうっていう、そういうようなことで、これトータルで考えるとですね、弱い者たちがさらに弱い者を叩くっていう、そういうようなことになっているんだろうというふうに思いますね。そして、自分がですね、奪う方にも回りたくないし、奪われる方にも回りたくないっていう、そういうふうに思うのであれば、何かによってですね、自分を励まさなければいけないっていうふうに思うんで、多くの場合ですね、多くの国において自分を励ます方法っていうのは宗教だったりするんですけれども、この日本においては宗教の力が極めて弱いと。東アジアっていうのは宗教の力が弱いんですけれども、この日本においてですね、宗教の力が弱いっていう、ではどうすればいいのかっていう、そういうことで、日本の思想っていうのは大体3つ挙げられるんですよね。1つが陽明学っていう、そして、朱子学っていう、そして3つ目が国学っていう、そういうようなことなんですけれども、私ですね、自分を励ますのに国学でも構わないっていうふうには思うんですけれども、かつてですね、素晴らしい天皇がいて、そしてその素晴らしい天皇に治められた人民がいて、そして素晴らしい国家が存在していたっていう、そのようなある種の神話を現代に蘇らせるっていう、そういうようなことでも私は構わないと思うんですけれども、もう一つの方法ですね、朱子学であるとか陽明学であるとか、このラインに沿って自らを励ますっていう、そういうふうなものもですね、日本の伝統であるっていうふうに思いますね。そして吉田松陰は孟子を読んでですね、孟子というのはこの、古代の孟子なんですけれども、この孟子を読んで自分を励まして、そして黄門殺気を書いているっていう、そういうことで、さらにですね、
戦前の革新将校っていう、そのように呼ばれる人たちは吉田松陰を読んで自らを励ましたっていう、そのような歴史的経緯があってですね、まあ、そういうふうな流れに、そういうような歴史と伝統が日本にあるのならば、それに乗ってもですね、全く問題はないだろうというふうに私は思ったりしますね。そしてですね、今日吉田松陰の弘毛殺気の東文公将句下の第9章を読んでいきたいと思いますね。まず吉田松陰の弘毛殺気にこうありますね。その心に怒りてそのことに害あり、そのことに怒りてその祭りごとに害ありっていう、ここを殺気しようっていう、そういうことなんですけれども、ここの部分がですね、この岩波文庫の申しには見当たらないんですよね。そしてなぜ見当たらないのかっていう、そういうようなことをこの客中を見るとですね、こうありますね。竹内博士言う、その心においてというこの以下の文章ですね、その心においてそのことその心に起こりてそのことに害ありっていう、この文章は竹内博士が言うにはですね、その上と下の文章につながらないと、おそらくは書き写したものが高尊中編によって誤って書いたものであろうというふうに、そのようにこの脚中に書いてあってですね、竹内博士っていう、まあ、これ有名な論語学者なんですけれども、この竹内博士という人がこの削除したっていう、そういうようなことで、この岩波文庫の申しにはですね、この部分がないと、その心に起こりてそのことに害ありっていう、この部分がないっていう、そういうことで、まあ、しかし吉田松陰はもちろん竹内博士よりも前の人なんで、前の時代の人なんで、堂々とここを殺気しているっていう、そういうことになりますね。そして殺気して何の問題もないっていう、そしてこうありますね。その心に起こるとは初一年のことなりっていう、初一年というのは、まあ、何かをやり始める時の最初の動機づけっていう、そういう意味ですね。人は初一年が大切なるものにて、どこまでも突き回りて政治に至りてはその害最も現るるなりっていう、人はですね、最初の動機づけっていうものが一番大切で、それを誤ってしまうと、もう先々においてその害は明確に現れてくるっていう、そういうことですね。今学問をなす者の初一年も種々ありっていう、孟子は政治においての初一年ということを言っているらしいんですけれども、まあ、吉田松陰はですね、学問における初一年も同じであるっていう、そういうことですね。中んづく精神道を求むるは情なりっていう、名利のためにするは下なりっていう、学問をするにおいてですね、道を求める、誠実に道っていうものを求めていこうっていう考え方、小一年、動機づけっていうのは情であるっていう、そして名利のためにするは下なり、利益のためにするのは下であるっていう、はっきり言ってますね。さらに、ゆえに小一年、最初の動機づけですね、名利のために始めたる学問は進めば進むほどその兵現れ、博学講師をもってこれを粉飾すといえども、ついにこれを覆うことあたわず、まあ、利益のために始めた学問は進めば進むほどその弊害が現れて、博覧狂気をもってこれを粉飾すると言っても、ついにこれを隠すことはできないっていう。さらに、大事に臨み身体よりどころを失い、説義を書き整理に屈し、集大優に忍びざるに至るっていう、大事なところに臨んでは前に進もうが後ろに下がろうが、そのよりどころを失って説義を粉飾するといえども、説義を書き整理に屈しですね、説義、まあ、正しい道を書いてですね、整理、勢いがあるものに屈して集大優に忍びざるに至る、まあ、醜い姿が言うこともできないっていう、そのような状態に至るという、役儀を務むるの初一年も種々あり、中んづく道を行い国に奉ずるのためにするは情なりっていう、国にこの身を捧げようっていう、そのような最初の気持ち、最初の動機づけは情である、
立身出世のためにするは下なりという、立身出世のためにですね、まあ、役所に勤めようというそのような心持ち、最初の動機づけは下であるっていう、ね、そのようなことを言ってますね。その他何事にもよらず初一年が大事なりっていう、何事においてもですね、最初の動機づけっていうそういうものが大事である、正しい道をも求めようっていうそのような気持ちで何かを始めるというのは情であるけれども、利益を求めようとかですね、人にチヤホヤされようとかですね、人に尊敬されようとかですね、いい女性をゲットしようとかですね、そのような利の気持ちは下であるっていう、そういうようなことをはっきり言ってますね。まあ、ここまではっきり言ってくれるとすがすがしいですよね。まあ、なかなかですね、ここまではっきり言うやつっていうのもですね、まあ、珍しいっていうかですね、さすが吉田松陰っていう、そういうようなことになると思いますね。今日はですね、吉田松陰の光毛殺気、東文光昭区下の第6章っていう、また吉田松陰のですね、初一年っていう、そのようなことを吉田松陰の殺気から紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。